すっごい沈んじゃった。すっごい沈んじゃった。ああ、もう連打してよ。クリック連打してよ。置けたところに置ける。ああ、今あ、一方通行、一方通行にしたら1個目しか使われなくなっちゃうんじゃないのこれ。やってみるか。検証開始するか。一方通行にしたらどうなるんだろうね。ここしか使われなくなる。かもしれない。どっち向きになるんだ。あ、いいね。俺がなってほしい向きになった。こうで、こうすればいいのかな。こうでこうすれば、あとは、回るだろう。この、港の前の道は変えられないし、ここをこまごまやっていく必要もないでしょ。いろんなところの船持ってかれるかな。いや、出てくるやつらがこうぐるーって回るだけになっちゃうね。おおさすが 9.7。 自然界で発生するほぼマックスだからな、これ。街に落ちてたら大災害よ。うん、ここだけに入るようになったね。まあでも混まないからいっか。おい、スイスイってスイスイってこの荒ぶり船がいっぱい出てくるだけだわ。荒ぶり船が、まあ荒ぶり船量産装置としてはあのすごく効果的だね。一方通行は維持費の人たち、すごい。1万5000人のうち6300人が労働してる。しかも世帯数も6200分の4100だから結構入ってきてるね。いっぱいになってき始めた。で、ちなみに神様タウンは、神様タウンの状況は1万9000人中1万5000人が労働者。神様タウンの方が忙しいや。そんなに忙しいんだ。神様の方が働いてるぞ、この人。どうする。下の人たちの方が怠けてたわ。困ったね。あとあれだ、維持費の人たち、この平均区画の平均レベルみてえな。まあ悪くはないんだよな。ってかオフィスが立ってんの、マジ。そっか、そうだな、在宅勤務だな。うん、これなんとなくでもこのグラフを見る限り商業は下に足りない気がしてきたんだよな俺。商業、もうちょっと商業立ててやってもいいかもしれない、下の人に。やっぱさ、お買い物できないとさ辛いよなお前らな。わかるぞ師匠は、あなたたちの苦労わかります。必要だよなお買い物がな。下を伸ばそう、下をしっかり伸ばしていこう。あ、でもなんか働く人が足りねえとかって言ってるとこもあるから、うん、一概にそれだけではないんだろうな。いやーでも、下の方がだらけてるのか。衝撃だな。あ、でも1万4000人中の6300人だろ。半分いかないぐらいが働いてます。3万4000人のうち1万5000人。あー、割合的に言うちょっと神様タウンの方が働いてんじゃねえぐらいか。同じ割合かぐらいだね。なるほどな。空港は使われているか。うわ、すげえや。1700人来てるわ。さすが、なんか、いまだにこれぶっ壊れてんな。ずーっとだ。前回からずーっとだ、このタキシング中の飛行機。おかしくなっちゃってんだよな。すごい鋭角で入ってきたな、今。グリって。お金も全然減らないね。500万ちょいぐらいから減らねえわ。結構使ってるのに。まあ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 。まあまあまあ。知ってたことよ。知ってたことよ。見なかったことにしよう。やっぱ都合が悪いことには目をつむっていこう。しっかり。あ。あ、やっぱここ一通にすべきだな。変な動きしてる。これ一通にすべきだ。ちゃんとちょっとめんどくさいけど、こういうこまごましたところを一通にしていかないと、ちょっとめんどくさいことが逆に起こる。うん、いいね。今明らかに変な動きしてたからな。あ、サッカー忘れてた。サッカーどうなったかな。負けただろ、多分。もう勝ったよ。やったな、勝ったな。これで2回ぐらい負けられるようになったね。もうずーっとあとは勝つんだろうな、こいつら。ああ、J2 に落ちる日、心待ちにしてたんだけどな、視聴者が。俺はそんなことないんだけどね。J1 にいてくれた方が俺は嬉しいんだけど、視聴として。でも視聴者は J2 に落ちてほしいって言ってたよ。そこんとこどうお考えで？まあ、勝つだろうな。勝つだろうな、次は。次は勝つ。次も勝つし、なんかもうなんならずーっと勝つわ、あれ。あー、旅客駅いいね。旅客港か。旅客港いいね。賛成。あ、あー、そうだよね。そうなるよね。ちょっとまずいな。ちょっとまずいな、これ。一回こうして、港。ルートに接続できません。いや、できるだろうが。それはできるだろうが。嘘つけ。一回、一回、一
回だけちょっと道伸ばしとくか。これぐらい削っといた方がいいんだろうな。ここが陸地判定されるまではちょっとしばらく道路つないでおこう。おお、なんかかっこいい、なんかかっこいい、この人たち。おお、危ない危ない、削る削る荷物3分の1は今のでいったな。あ、でもあれか、3分の1いったも何も、ここでグインってなった時点で 100% 積み荷は落ちてるからいっか。すいません、途中で落としましたとかって言いながら行くんだろうな。ごめんなさいで済んだら警察はいらないんだとか言われながら、きっと物を届けるんでしょう。ちょっと穴地だな、これは穴地ってるな。穴地が必要。あ、なんか一緒あったよな、一瞬なんかどっかあったよね今。ピパピパピパってなったよな。あなんか一緒あったな今。なんか一瞬あるんだよな。ちょっと、あ、もてあそばれてるよ今。あー、まずい、もてあそばれてる。すっごい沈んじゃった、すっごい沈んじゃった。もう連打してよ、クリック連打してよ。置けたところに置ける。あー、今ナイスあー、今 e スポーツやっちった、危なかった。あ、道路ぐちゃぐちゃなんですが、オッケー、なんかうまくつながったからなんとかなるでしょ。さあ、ちょっと一応確認しとこう、この車がちゃんと通れるかどうかだけ。穴地の力で一応道路は通ってるからなんとかなると思ってるんだけど、どうだ。おお、いけるね、いけるいけるいけるちょっと攻めに攻めたコーナーだけど、まあ大丈夫だ。で、地面の高さをここもこの高さ判定にしておくと多分潰れなくなるんだよな、ここのあの港が。あ、いいこと考えた、こっちの港も潰れないようにしとこう。はい、市長の不正、市長の不正、これで潰れねえだろ。まあ市長の不正はあったかもしれんが、誰も見てないうちにやっとこう。隠れてやろう、こっそりな。オッケーオッケー、これで壊れるか壊れないかちょっと確認したいところだね。穴地すげえだろこれ、ほらこれちょっとさ、車して行きたいよなつってもなんか全然来ないんですけど。あ、なにこれ、あ、すごい、なにこの交換、わお、めっちゃ効率的じゃんこれ。出てきたやつが外に行く。え、待てよ、てかその前に、おお、あー、ここ突っ切って入ってくるのね、飛行機ってね。なるほど、ほら出てきたやつが出てここに入る、でこっから出たやつがこっちに入る。すごい、最強の効率だこれ。おいで、あ、これ、さあ、あそこのコーナーはどうなってるのかな。あ、ここのコーナーがもうぐちゃぐちゃだ。グイーンって、おお、酔うなこれ。あ、一回水に入るんだしかも。へえ、なんか歩いてる人いたな今、なんか怪しい人いたぞ。なんで徒歩の人がいるの今ここに。完全不審者でしょ、悪い人であれ捕まえなよ。なかなかじゃない今回。48,590人になってるわ。ほら、ここのさ、渋滞もなくなったしな。やっぱ分散するのっていいんだな、結構。全く使われなくなったな、この道路。プラスチックが、すごく順調に輸出されてるっていう認識なのか、これ。どうなんだ ?129,000。うん、そうでもないな。でも304トンか。304トンのプラスチック作ってるのでかいよな。石油ももうちょっと作りたいところだけど、でもナフ分足りないわけじゃないし、トラック4台しか使われてないな。あー、でもやっぱ石油は掘った方がいいのかもね。いっぱいになっちゃってるから、まあ確かにトラックの数が足りないけれども、そこはなんとか力技で増やして解消していくってスタイルにするか。大きな油田掘削機、もう数の暴力でなんとかしよう。今まで俺はそうやって解決してきた。で、起きすぎて、いつもおかしくなっちゃうんだよな。まあ、こんぐらいあれば大丈夫でしょ。またトラックが増えるな。またトラックが増えるな。うわ、すげえ、ここ大盛況だ。近いから使われるんだろうな。でも、ここはここで行ってるな。やっぱ近いからよく使われますになって、すげえ飛行機飛び出ますになってるから、ここに置いたのはあながち間違ってないと思うんだけど、正解は分からん。まあ、あれだね、ここの空港は一番滑走路も普通だしね、飛び立ちやすいよね。バスいっぱいになってないと思うな、俺は。
ほら64でしょ。ほらむしろちょうどええ、あちょうどよくね。あダメだ。30代行こう。倍以上で今来てますよ、雷雨がここに。困ったね。まあでも大丈夫でしょう、これぐらいなら大丈夫。あこの辺に電線があるわけでもないし、犯罪が増えてきたな、人が増えたからな。こうやってしっかり犯罪を未然に防いでいかないとな、市民のために。いや猛吹雪で猛嵐よこれ今。だってか天候の変化をオフにしてもさ、雪って降るのな。こればっかりはしょうがないのかね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。